こうやって見るとどの水平線も結構しっかり機能してますね。水平線っていうのは上位足になればなるほどその水平線の強度は強くなるけど正確にそのレートで反応しなくなるんですね。で、下足になればなるほど強度は落ちるけどずっと続いてた上昇トレンドが下方向に向けて、でこの起点終点の中で今揉んでるような感じかな。近くに抵抗体となる水平線がないところで5分足のトレンドとかを見て水平線を引き、その5分足で引ける水平線とかを根拠にチャートパターンを使ったスキャルをしたりっていうのは全然やっていけると思うんですけど、なのでこの後狙っていくとしたらこの起点終点、ここを下方向とかにしっかり抜けてから、今週なんですけど今日足表示させてて日足で目線の転換が発生しましたと分かりやすいように波形に線引いてきます。日足で見るとちょっとこの辺省いて高値の切り下げ底値の切り下げがずっと起きてて、日足で見てもずっと下降トレンドが出ていたんですけど、この日足で見た直近の最安値、これを作った戻り高値、起点となる戻り高値、ここを日足のローソク足実体でここで上に抜けて、これ確か1月の8日先週の金曜日の日足でローソク足実体で上に抜けて、その時点で日足で上目線に切り替わってます。なんで今日足で見るとこの値幅ですね、この値幅で目線が上に切り替わって起点終点になってます。なのでこの後の動きで言うと、この前回の高値を日足のローソク足実体で上に抜ければ日足で見ても上昇トレンドの発生だし、最高値を作った起点を下に抜ければ再度下目線への転換っていう風に見ていきます。で、今のこの日足の状況を意識した上で次4時間足見ていきます。4時間足で見るとローソク足実体で8日っていうよりも9日になってからですね、朝方チャートが止まるまでの間に日足で引ける水平線に対して4時間足で上で確定して、でその後にこの1時間足と4時間足レベルで引けるこの水平線をブレイクして、この水平線の少し上で何ピップスかな、30ピップスほどブレイクして、このピンクが週足で引ける水平線なんですけど、それの少し手前でレジスタンスとなって、再度この1時間足4時間足で引いた水平線を下方向にブレイクして、その後再度同じ水準でレジスタンスされてまた落ちてってる状態ですね。でまた分かりやすいように先週の金曜日引いた水平線はそのまま残してあります。その後1時間足までの水平線っていうのは追加してません。ここの白い水平線が5分足で引いた水平線で、さっきスキャルをするのに使ってたんでこれは無視してほしいんですけど、それ以外水平線っていうのは追加してません。なので先週の金曜日8日の時点で引いた水平線、8日だからこの辺か、先週はこのタイミングで水平線引いてるので、このタイミングで引いた水平線に対してレートがどのように反応していったのかを見ていきたいと思います。でこうやって見るとどの水平線も結構しっかり機能してますね。水平線っていうのは上位足になればなるほどその水平線の強度は強くなるけど正確にそのレートで反応しなくなるんですね。で下足になればなるほど強度は落ちるけど水平線ちょうどで反応したりするようになってきます。そこら辺を理解した上でこれ見てほしいんですけど、例えばピンクの水平線がこれ週足で引いた水平線です。ここ見ると例えば日足で引いた水平線、これをブレイクした後この1時間足4時間足で引いた水平線をさらにブレイクして、でこの週足で引いた水平線の少し下でレジスタンスされ、この1時間足と4時間足で引いたこの水平線がしばらくサポートとなり、ここでレンジを形成して、それを下に抜けたタイミングで一気に抜けて強く下方向に抜け、この水平線ですね、この1時間足で引いた水平線がこのちょうどでサポートになり上昇してってる。でその後チャートパターンでいうフラッグの形を作って、でさらに上昇し、再度この1時間足4時間足で引いた水平線がサポートになり、まあ、ヒゲでは大きく抜けてるんですけど、ここがレジスタンスになりまた落ちてってる感じです。
ですね。なので1時間足で見るとしばらくこう強い上昇が続き、この辺りで日足で目線が上に切り替わっているんですけど、その後上への回生力が強くなったけど、次は中足の抵抗体であるこの水平線付近でレジスタンスされて、でまた一時的に下に落ちてってる、そんな感じかな。前回の動画でも言ってたんですけど、このあたりよくわからない動きしてるし、日足で引いた水平線に対して上で確定すれば目線が上に切り替わる、なのでその目線が確定した後の動きを予測してトレードするか、あとはこの付近ではトレードせずにある程度信頼できる水平線付近まで引きつけてからトレードを行っていきますっていう話をしてたと思うんですけど、割と言ってた通りの動きをしてるのかなって思ってます。4時間足1時間足レベルでは結構コロコロ目線は切り替わってるけど、こういった信頼できる水平線付近まで引きつけてしっかり待って IFO などでトレードをしていた人はそれなりに利益残せたんじゃないかなって思ってます。じゃあ早速日足から引き直していきますか。買い足のやつ消していきますね。これで週足と日足の水平線だけを残した状態です。で、こう見ても今週足で見たこの大きな下降の流れの上限付近でレジスタンスされてまた落ちてってる感じですね。週足で水平線の更新はないので日足から引き直していきます。で、日足で見ると追加するとしたらここの最安値を作った起点、これを上に抜けて目線が転換したここの現時点での最高値、ここくらいですかね。まあもしこれを上方向に更新したらここの押し安値のところは水平線引いていいと思うんですけど、現時点では日足では引きません。なので日足で引けるのはこのくらいですね。で次4時間足見ていきます。4時間足で見ると最安値がここで、これを作った起点がこうかな。でこれを上方向に抜けて、多分前回はここに引いてると思います。でその後さらに高値を更新して、この4時間足で見た最高値を作った起点がここ意識されてるし、僕だったらここ引きますね。でその後これくらいはノイズかな。でその後更新がないので最高値がここで、それを作った起点で何度もサポートされている、そんな感じかな4時間足では。で次1時間足引いていきます。1時間足は結構更新してると思うんですけど、1時間足順番に見ていくと、もうちょっと拡大した方が分かりやすいかな。落ちてきた時のことも考えて手前の方から引いておきますね。意識されそうなところで言うと、この最安値、それの起点、それを上に抜けてサポートされ、でさらに上に抜けて、意識されてないやつは消してきますね。で次また上に抜けて、で最高値下に抜けて最安値、あんまり機能してないなと、ここ拡大していきますね。でここ意識されてないから、で最高値で、この高値を作った起点を下に抜けて、これも機能してないからいらないと。これは1時間足で見るとこう見てる人の方が多いかもしれないですね。するとここが起点になって、ここが終点で、まあ、1時間足で見るとずっと続いてた上昇トレンドが下方向に抜けて、でこの起点終点の中で今揉んでるような感じかな。上試して下試して、こんな風に見てる人が多いんじゃないかなって感じですよね。このね幅で方向感なく上行ったり下行ったりしてるんで、1時間足でのトレンドを狙っていくっていうのは今ちょっと難しいかもしれないですね。なのでこの後狙っていくとしたら、この起点終点、ここを下方向とかにしっかり抜けてからの動きを予測していった方が、長期的なポジションを持つんであればこういったのを確認して、例えば下方向に行ったとして、前回のこの安値をしっかり抜けた状態でトレード戦略を立てていった方がリスクを限定してトレードしていけると思います。長期的なポジションを持つんであればですけど、上位足での目線やトレンドをある程度加味して、近くに抵抗体となる水平線がないところで5分足のトレンドとかを見て水平線を引き、その5分足で引ける水平線とかを根拠にスキャルをしたり、あとチャートパターンを使ったスキャルをしたりっていうのは全然やっていけると思うんですけど、この4時間足1時間足レベルでのスイングデイトレっていうのはちょっと難しいかなって僕は
感じてます。そんな感じですかね。今週は2日間くらい結構じっくり時間作れそうなんで、まあ相場状況見てなんですけど、デイトレかスキャルで結構がっつりトレードしていこうと思ってるんで、また動画撮れたらトレード動画の方も公開していきたいと思います。